はい、ワトツ。今起きた。会社、あれだよ、寝過ごしちゃったよ。最悪だよ、ほんと。やば。やばくない、ほんと。終わってるよね。いや、今起きた。久々やらかした。久々やらかしたっつうか、ありえないよね。連絡してない。だって今起きたんだもん。やばいよね。やばいよね。久々爆睡しちゃったよ。いやー、マジで嫌になるよな。寝坊っていうか寝ばっくれでしょ、完全に。あっちゃーだよね。え？焦ってくて草？焦ってなくて草？いや、焦ってるよ。焦ってるつか、もう嫌気がさしてるよね、ほんとに。はい、わこつ。あー、ないわ、ほんとに。明日説教だな。完全なる寝ばっくれだね。はい、こんばんは。やっちゃったね、本当に。ね、今起きたわ。今起きたイコールもう会社の時間は過ぎてるからね、完全に。何時間寝てんだって話だね。何十時間だよね、ほんと。びっくりですよ。ええだよね。今から仕事だったの。いや、仕事は朝10時半からだね。朝10時半から夕方の4時までだね。わかる？わかる？この事態。マジマジ。連絡の嵐でしょ。うん、不在着信7件だね。やば。爆睡だね。うん。ああ、なんでこんな寝ちゃうんだろうな。寝れなかったり寝すぎたりするからすげえ嫌なんだよね。うん、やばいよね、マジ。どうしたらいいんだろうな。マジで。もはや病気か倒れたか心配されるレベル。いや、もうマジやらかしすぎでしょ。うん、首かもね。新しいフォロワーさん、東西咲さん、フォローありがとう。いやー、謝るしかないね、ほんと。なのでテンションガタ落ちです、僕は。いやー、どうだろうね。いやー、もう寝れないよね。もう寝れないよね。起きてるよ、ずっと今日は。
大丈夫かな。あ、バックれてしまいましたよ。焦ってないように見えるんだね。焦ってなくて草とか言われたけど、めちゃめちゃ焦ってるんだけど。夜勤じゃないよ。昼の10時半から夕方4時まで。まあ、バイトっていうか、就労移行支援 A 型だね。昨日何時に寝たの？昨日は夜寝たよ。夜寝た。夜の12時ぐらい。夜の12時ぐらい寝た。寝てないわけじゃないんだよね。なんか夜更かししたとか、飲んでたとか、そういうことじゃないんだよ。起きれないっていう。そう、16時に終わる仕事ね。朝10時半ってことね。今まで寝続けた。一回も起きずに。今目が覚めた。16時からじゃなくて、10時半からの仕事。16時に終わる仕事ね。寝すぎだよね。いや、なんか1日2時間しか寝れなかったりとか、10時間以上、もう12時間ぐらい寝ちゃったりとか多すぎるんだよ。目覚まし全然起きなかった。やばいよね、ほんと。マジでやばいわ。ないわ。ニコ生から、おお、サキさんいらっしゃい。ふわっちもう4ヶ月ぐらいやってるかな。今月で5ヶ月目？うん、今月で5ヶ月ぐらいやってる。11、12、13、4ヶ月目だ。4ヶ月目。4ヶ月目だね。疲れてる。事故を心配されてるのに連絡だけでもした方がいいかもしれない。いや、会社終わってるわ、この時間。会社終わってるわ。朝一で連絡するわ。会社が始まったら。やってない。いや、睡眠薬とか服用してるよ。こんばんは、じゅんさん。今連絡したら逆になんなんっていうか、いや、連絡先知らないもん。寝坊とかで許してくれるの？いや、許されないでしょ。ワドツーメロンいらっしゃい。こんばんは。カツオだしさんいらっしゃい。いつの間に会社勤めしてたのか、立派やな。会社勤めじゃないよ。A 型作業所っていうところね。まあ、いろいろあってね。結構変わったよ、環境は。ニコ生時代しか知らない人はね、多分変わってると思う、だいぶ。今日だけっていうか、もう結構やらかしてるからな。会社には、いや、普通に説明するよ。普通に寝ちゃってましたって。やば。いや。自分のことは自分でやらないとね。私も眠剤服用してるから体調的に寝すぎることはあり得るから仕方ないけど落ち込むよね。寝坊はちゃんと寝坊として申告するのが良いですね。そりゃそうでしょ。
嘘ついてもしょうがないよ。寝坊の域を超えてるけどね、完全にね。完全に寝坊の域超えてるでしょ。参ったね。病気だよ、病気。A 型作業所ということは障害者手帳を取得されてるんですね。そうだね。俺は、障害者手帳を持ってるし、障害者だよ。まあ、切り替えていくしかないよね。アキさん、ありがとう。再発しないように何ができるのか、たまにこういう日あるんですか？ 2 ヶ月に1回ぐらいあるね。2ヶ月に1回ぐらいあるし、寝坊は結構やっちゃってる。寝坊は信用なくすよね。どうしたらいいんだろう。いや、寝坊しちゃったんだよね。今起きちゃったんだよ。よく寝るのは病気。参ったな。無呼吸ですね。2分ぐらい呼吸が止まってるってみんなに言われるね。無呼吸、無呼吸。目覚まし遠いところにも置いてる、置いてる。なんか睡眠が深すぎるんだよね。いや、落ち込むっていうかもう嫌になるな、さすがに。ちょっと情けねえな、本当に。30超えてこんだけ寝てるとやばいね。へこむね、マジで。そうそう。さすがに減らるよね。嫌になるよね。どれ深夜食堂から、どれさんやってんの今日。どれさんからいらっしゃい。主治医の診断とか取れたらまた一般企業の障害者枠で働けるかもですし、自分のペースで行きましょう。いや、それがあれですよ。僕配信で稼ごうと思ってるんで、一般就職は今考えてないですね。睡眠が浅いのかな、人間だもの。マキラさん、バガーありがとう。いやー、でも直したいよ、本当に。これは会社の人に迷惑かかるのは申し訳ないでしょ。言い訳できないでしょ。いや、病気で説明、いや、嫌なんだよね、そういうのが。みんなに顔合わせたくないよね。思い出したくないわ、あの雰囲気。ゆうさん、どうも、おはよう。いやー、死にて。ひたすら謝るしかない。そうだね。あ、ツイキャスか。ツイキャス全然やってないね。ツイキャスは向いてなかった。フワッチが一番向いてるね。閲覧も多いし、ここのリスナーさんとすごくいい、よくしてもらってるよ。フワッチが一番好きかな。同じ失敗もう4回ぐらいやってるよ。それでも謝り倒すしかないけど。90件あった。そういう症状を抱えてるから A 型で終了されてるわけで、落ち込まなくても大丈夫ですよ。また明日頑張ってみましょう。
いや、まあ謝るよ。とりあえず明日行って謝るよ。無呼吸で眠りが浅いから疲れが取れないっていつも眠いんだよ。いや、結構ひどいらしいんです、睡眠は。子供の頃から結構それなんだけど、どうやって直したらいいのかもわかんないしさ。金梅さんいらっしゃい。金梅さんか。金梅さん。金梅さんいらっしゃい。枕が合ってないとかそういうレベルじゃない。歯医者の人配信見てるんじゃなかったっけ？見てるよ。見てる人もいるらしいよ。見てる人もいるね。最近金ちゃんの偽も多いな。いや、結構前からいるよ。まあ、あれだけ大手になったらね、偽物の一人や二人出てくるでしょ。無呼吸につける機械がある。へえ。どんなやつなんだろう。A 型作業所って言って、仕事っていうかね、仕事、A 型作業所で調べてもらえるとわかるんだけど、障害者の人が社会復帰をするための仕事、なんて言えばいいのかな？ちょっと待って。就労移行支援、就労移行支援って言うんだけど、なんて言えばいいのかな。まあ、社会復帰を目指す場所みたいな。映画作業所、つまり福祉サービスの一環です。そうそうそう。職業訓練所とはちょっと違くて、A 型作業所って言われてるところは、最低時給を保証しているんですよ。そこ、A 型って呼ばれてるのがちょっと特殊で、最低時給出るんですよ。まあ、簡単に言うと障害者が働く場所みたいな。まあ、やることは実務なんだけどね。やることは普通の仕事なんだけど、なんていうのかな、メンタルのケアする人、かい、なんつうんだろう、そういう資格を持ってる人が働いてます。週何時間通われてる？1日4時間勤務の週5だから20時間かな。20時間だね。どうして？各種保険加入できますね。
保険は1個しか入ってない。俺ほら生活保護を受けながらだから結構特殊なんだよね。わかんない。保険は厚生年金とかしか入ってないんじゃないかな。わかんない。こ、うん、雇用、わかんないな。雇用保険。いや、寝坊は悪いでしょう、完全に。寝坊した方が悪いでしょう。どう考えても。はい、ワード2、ゴンタさんいらっしゃい。また来る。はいはい、ありがとはい、わざつ。ひろみさんいらっしゃい。楽しんでてー。なんだろう、今日リスナーさんの数多いね。夜中だから。夜中、久々やるからかな。なんか今日、閲覧結構多い気がするな。この時間配信始めたら明日の朝もやばそうで心配ない。いや、起きてる起きてる。もう、どっちにしろこの時間寝たらあれだから。ずっと起きてるよ、今日は。寝れないもん。旅始まる前に仕事辞める予定だったの。そうだね、3月1日で辞めるっていうことは伝えてあるね。3月の末で辞めますっていうふうに伝えてる。で、今、生活保護抜ける手続きをやってて、明日市役所に行く感じ、区役所に行く感じ。今日配信多いよね。168件だから、1.5倍ぐらい多いね。そうそう、閲覧、配信者が多いのに、閲覧多いなと思って、すごい嬉しいね。まだどうなるか分かんないんだけどね。生活保護やめるのと会社辞めるのは、ちょっと今話し合ってるところだね。ね、金梅さん、まあ、かぶってないっていうのもでかいだろうけど、さとみさんと金梅さん見る人は、あんまりうちのリスナーさんで多くないから、結構それがでかいんじゃないかな。さとみさんなんか閲覧が落ち着いてきたね。金梅さん並みに閲覧多かったけど、300ぐらいで安定し始めてるから。さとみさんってなんでこんな急にいきなりフューチャーされたのかがよくわかんないんだよな。金梅さんと付き合ってたぐらいから急に増えたよね。配信者はいつ何があるかわかんないからな、本当に。急に再評価されたりするからね。はい、ワード2、亀尾さんいらっしゃい。でもまあ、ふわっちのさ、リスナーさんが増えたり、配信者が増えたりするの、俺は嬉しいなと思うけど。なんか配信サイトが盛り上がらないとさ、やっぱ配信者上に行けないから、配信サイトが盛り上がれば盛り上がるほどね、配信者はチャンスがあるから。とっこさんは2つ。さとみはキャラクター強いからね。でも放送スキルがないから安定しない。キャラクター強いか。俺結構普通の人の気がすんだけど、さとみさんって。なんかさとみさんのキャラが強いと思ったことないんだよね。
あんまり見たことないからかもしんないけど、なんか急にドーンって出てきて、急になんか人が増えたって印象がある。で、まともな人だと思うけどな。キャラクター強いの？さとみさんって。なんか問題児って感じしないけどな。なんか普通に働いてそうな OL さんっぽい。普通の人って感じがするね。キャラクターは別に強くないよね。なんか常識ある人。なんかもともと会社員かなんかやってた人だよね。普通の OL さんっぽいよね。巷にいる。普通のお姉さんって感じだよ。もともとテレビ局で働いてたんだっけ？なんかテレビ局の制作会社かなんかにいた人だよね。のんたんおはよう。やばいよ、のんたん。寝ばっくれしちゃったよ。どうする？やらかしちゃったよ。普通の人っぽい喋り方に共感持てるんじゃない？周りがキャラ強すぎるから。そうだよね。逆になんか新しいよね。さとみさんみたいな人は。逆に新しいよね。あうあうあじゃないよ。あうあうあじゃないよ。勘弁してよ。ね、好感持てるよね、さとみさんね。てか、金牌さんと付き合ってたっていうのが、いまだになんかよくわかんない。なんであんなまともな人が金牌さんに惹かれたんだろうっていう。覚醒するんだ。デブなのに可愛い。静かそうなのに発狂するところがすごい。落ち着いてるのにノリがいいというか、キャラクターが強い。あの人、やすたら美人だと思うよ。さとみさんは。100キロぐらいなんだっけ？確か100キロぐらいだと思弱いっていう人はよく見てないだけ。あ、美人だよね。さとみさんかわいい。私も好きだな。いや、本人から聞いたよ。本人から100キロがどうのこうのって。俺より体重重たいと思うよ。俺生で会ったことあるから。確か100キロじゃなかったかな。80近く。そんくらいだったっけ。俺と変わんないのか、じゃあ。いつってのんたんいたじゃん、その時。
寝すぎて、いや、眠たくはないかな。眠たくはない。全然。実物大きいの。いや、まあ、だから普通に太ってる人って感じだね。普通に太ってる人って感じ。眠くないよ、別に。身長はそんな高くなかったけどな。ああ、痩せたらまあ美人だとは思うけど。でもその芸能界入れるとかそういう美人じゃないよ。なんか、ああ、普通の綺麗な人だなっていう。ぶっ飛んだ美人ではないですよ。まあ普通に綺麗でモテるだろうねっていう。でもまあ太ってるの似合ってるからな、さとみさんは。配信見てるとそんなに食べてないんだけどな。いや、でも俺ね、太る人ってやっぱ食べてるよ。食べない、私太りやすい体質なんだよなとかないと思うよ。太ってる人はやっぱ食べてるよ。あとカロリー高いものを選ぶのは得意な気がする。デブってね、ファミレスとか行くと一番カロリー高いものをね、選ぶね、才能があるんだよ。で、痩せてる人ってやっぱね、低カロリーなものをね、自然と選んでるんだよね。食べてるよね。そう、食べなきゃ太らないんだから。食べたら太るんですよ。で、ほら、体格の差とかがあるから。デブって必ずね、俺もそうだけど、やっぱ唐揚げ定食とか、カキフライ定食とか、なんかね、よくよく言われてみると、カロリー計算すると、ほら、低糖質ダイエットやってたじゃん。糖質制限ダイエットとか。やっぱりね、計算するようになると、あ、こんなにデブなもの食べてたんだっていう。小分けして食べる人はそんな太らないはずなんだけどな。よくいつも食べてるけど、なんでこの人ガリガリなんだろうっていう人ってね、細かく食べてる、ずっと食べてるイメージなんだよね。血糖値は上げないんですよ。あと量食べるけど、痩せてる人は炭水化物あんま食べないね。俺だからやっぱ太る時期食べるもんな。っていうかさ、ダンベルきついんだけど。すっげえ、昨日腕プルプルしてたわ。いまだに腕プルプルしてんだけど。これ2.5キロプラス絶対負荷かけすぎだよ。全然違う。普段やってるのと。腕の負荷が全然違うよ。超重たい。食べてても痩せてる人はよく噛んで食べてたりとか、それかイカ水か。まあ、イカ水とかで太らない人もいるんだろうね。
30過ぎて、30過ぎたら急に太るっていうのは、まあよくある話だよね。いや、ダンベルやめはしないけど、きつい。一応自分で言ったことはやり通すけど、きついですね。お茶ありがとう。でもわからなんなだいこれ。ところ。何見てるの？じゃザッピングしてたら音が入っちゃうんだって、なんか。別に何見てもいいでしょ、俺は。何見てるの？ いや、俺の声、俺の声。いや、なんでもない、なんでもない。なんでもないです。M タンっていう人わかんないな。M タンって有名な人？女チェックしたら悪いよ。 いや、ザッピングしてるだけだよ。あ、この人見たことないとか、どんな感じなんだろう。香川の元カノなんだ。20キロ痩せた。すごいね。20キロって相当だよね。20キロってすごいね。お茶ありがとうって言ってた。お茶言ってたんだろうね。20キロすごくない？おい、ガチャヒロさんいらっしゃい。サムネが釣りっぽかった。いや、ネムミっていう人じゃないけど、浮気じゃないよ。まあ、女の人は痩せた方がモテるかもね。すごいから。
は強い。PC だね、アンプは。なんだっけ。アンプでやってるね。はちみつさん、ん？なんで？矢沢さんか。矢沢さんいらっしゃい。矢沢さんいらっしゃい。ドラムとギター他にな、いや、ギターできないよ、全然。ヒカルさん、風船ありがとう。俺のアンチにブロックしていいよ。これだってあれだよ、みんなには聞こえるようにしてるけど、なんて言えばいいんだろう、こんな感じだもん。こうやって弾いてるだけだもん。ならないでしょ、音出てないで、聞こえないでしょ。これをパソコンの中で音を作ってみんなに聞こえるようにしてるだけなの。ほっぺいらっしゃい。そうそう、こうやって。できるできる、そういう機会を持ってるから、うん、そう。おい、リキさんいらっしゃい。 X 弾けねえよ。全然大丈夫、ヘッドホンで聞いてるだけだもん俺。だってこんな音しないもん、ほら聞こえないでしょ。聞こえないでしょ。聞こえる？これくらい部屋引いてても大丈夫だと思うよ。夜中でも全然うるさくないよ。こんばんは、ヒデピョン。
渋いか。曲がってきたな。結婚したでしょ。結婚したよ、のんたんと。ペアリングしたい？いいよ。ペアリング買う？うん。ペアリング買い行く？今度。買い行く？どんなのがいいの？
どんなペアリング欲しいの？シンプルな。どんなペアリングがいいかな。シンプルな。アルミ缶のキャップとかじゃダメ？ダメ？どんなやつ買えばいい？モンタ。どんなやつか言って。シンプルで綺麗なの。二度と戻れない。くすぐり合って転げた日、きっと想像した以上に騒がしい。おやすみ。未来が僕を待って。パフェありがとう、ありがとう。日々きらきら強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて、こぼれそうな想い汚れた手で吐き上げた。あの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水で閉じ開けて、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく。結婚してよ俺。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。どんなに歩いてもたどり着けない心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を春の風に舞う花びらに変えて。君忘れない曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来。ありがとう。僕を待ってる。愛してる。あ、違うな。
愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びは潰れるほど抱きしめて。ありがとう。ずるしても真面目にも生きてゆける気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。閲覧伸びないね。そう、ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを下押した。ピカピカに光った銃で、高橋克典さんおやすみ。できれば僕の憂鬱を打ち倒してれればよかったのに。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠している。その手を見せてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。生まれたところや皮膚や目の色で、プレゼントありがとう。一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。
こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。青い空の真下で、青い空の真下で、青い空の、青い空。遥か空に難しいな、もういい音もない、ただこんばんは、澄んだ空気とどこへ行く、泣かないでくれたり、難しいな。かやん、こんばんは。ほら月明かりが、僕の短所探し物は何ですか？ん？探し物は何ですか？見つけにくいものですか？ん？なんだこれ？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、だまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ行ってみたいと思いませんか？うふふうふふうふふさ。ありがとう。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど、思い込みの恋に落ちた。
初めてプライドの柵を越えて、風のような歌届けたいよ。野生の向こうに浸いて、素足で走れば柔らかい日々が波の音に踊る、出ねえな。染まる幻よ、幻よ、冷めないで。出ない。スピッツ高いよね。ロビンソンか。ありがとう。風船ありがとう。新しい季節はなぜか切ない日々で、河原の道を自転車で走る君を追いかけた、思い出のレコードと大げさなエピソードを、疲れた肩にぶら下げて、しかめ面まぶし、どうやって読んだこれ、そんそんに同じセリフ、同じ時、時思わず口にするような、ありふれたこの魔法で作り、難しいな、難しいな。よ、誰もさ、割れない。二人だけの国、君の手を離す。酒でも飲みながらギターとかいいよね。ビールをさ、こう縁側で歌いたいよね。もう今は彼女はどこにもいない、朝早く目覚ましが鳴っても、そいつも彼女と暮らしてきたよ。
喧嘩したり、喧嘩したり、仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕は、僕は Daydream Believer 遊んで、彼女はクイーンが彼女はクイーン、でもそれは遠い遠い思い出、日が暮れてテーブルに座っても、なんだっけ、あ、今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑む、ずっと夢を見て幸せだったな僕は、 Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン、ずっと夢を見て安心してた僕は、 Daydream Believer 遊んで彼女はクイーン。私中卒やからね仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせに背に頬を打たれ、少年たちの目が年を取る、悔しさを握りしめすぎた拳、死の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです、昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と月と馬車女の薄笑い、私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった、ただ怖くて逃げました。私の敵は終わった。
しです。ファイト戦う君、ファイト戦う君の歌を、君の歌を。戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。いいな。ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。寝落ちいいよ。ファイト冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。ファイト戦う君の歌を、戦わない、ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。ワドさんの歌、そう、自分の声めっちゃ嫌いだけど。君がいないと何にもできないわけ。難しいな、これ。じゃないないと。難しいこれ。夜間に火をかけ。これは無理だな。僕の背中は自分が思うより正直かい。難しいな。牧原特殊なコード使うね。オリジナルソングを即興で歌えるようになりたいな。3年ぐらいやってたらそこそこ良くなるんだよ。新しいフォロワーさん、琥珀さんフォローありがとう。あれ、ガス切れた。ガスがなくなったか。マジか。
はい、みんなこんばんは。いないの近くてと誓った日から素敵な思い出残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が、今はもう通わない。あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。カートンの歌を歌った空は何も変わっていかないけれど、あの時同じ夕焼けを追いかけていた二人の心と心が、今はもう通わない。あの素晴らしい愛をもう一度。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーをもう一杯で一日、見えない明日をむやみに探して、誰もが希望を託した。揺れていた時代の、難しいな。もう熱い風に吹かれて、キーが合ってない気がする。
走る街を見下ろしてのんびり、なんだこれ、のんびり行く雲が、難しいな。ギター弾けるようになるといいな。もしも、もしも僕がいつか君と出会い話し合うならそんな時はどうか愛の意味を知ってください。サンキューですね、僕は。ください。リンダリンダ、リンダリンダリンダ、リンダリンダ、リンダリンダリンダ。これはね、障害者サンキューですね。全然普通に絡んでくれたらコメント読むよ、うん、全然気使わなくていい。僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋を本当の気持ち隠しているそうカメレオン朝寝坊の鶏徹夜明けの赤目のうさぎ誰とでもうまくやれる子守ばかりさ見てごらんよく似ているだろう誰かさんとをたわしさん、初見さんいらっしゃい。ごらんよくてばかりいる素直な君を初見さんいらっしゃい。ほらねそっくりな猿が僕を指さしてるきっとどこかすえアンシュミアンシュミってなんだろうわかんないアンシュミきっとどこかすみの方で僕も生きてるんだ愛をくださいウォーウォーウ愛をくださいずーん愛をくださいウォーウォーウ愛をくださいアンプシュミレーターっていうかねあれですねオーディオインターフェースを組んでてオーディオインターフェースにギターぶっ刺してるんでギターの音カットできるんでもう部屋弾きですねそれを
そうですね、ギターでこうつまみでキューってやって、うん、愛をください、ワウワウ、愛をください、全員愛をください、ワウワウ、愛をください、ズーズー、イエーアムシュミレートですね。長渕剛ですよ。長渕で歌えない曲ないから、なんかあるかな、フォークソング。私の願い事が叶わうならば、翼が、難しいなこれ、欲しい、この背中に、キーが分かんない、鳥のように白い翼つけてくれさ、この空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない、ちょっとくらいの夜もならば、残さず全部食べてやるを歌い、君は誰、真実を握りしめ、君が僕を疑ってるなら、この喉切ってくれてやるを歌い、僕はノータリン、大切なものをあげよう、苛立つような街並みに立たって感情さえもリアルに持てなくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になんだろう、でもダーリン、共に悩んだり生涯を君に捧ぐ、あるがままの心で生きられぬ、ぬ弱さを誰かのせいにして過ごしてる、知らぬ間に君に気づいてた自分らしさの檻の中でもがい
てるなら僕だってそうなんだ。これはね、あの飼ってる鳥ですね。シャカちゃんって言って文鳥です。街角に夏を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出した過去、思い出すたびに切なさ募る。忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で忘れてた大切な何かに優しい日が灯る。鳥大好きですね。そう、一緒に歌ってんの。やがて来るそれぞれの交差点を迷いの中多少なるけど、けどそれでも人はまた歩き出す。巡り合う恋心、どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなたがそばにいてくれたら、ああ夢から覚めた。これからもあなたを愛してる。今日は歌はこの辺にしときますか。ありがとう。ギターっていいね。楽器っていいよね。楽器ってすごいいいよね。高橋さんありがとう。パチパチ。歌はねいいですよ。歌はいいね。リリンが生み出した文化の極みだよ。そう感じないか、怒り真珠くん。カオルくん、エヴァンゲリオンみたいな。カオルくんあんなにキャラ濃いのに1話しか出てこないキャラクターって知ってた？カオルくんってね1話しか出てこないんだよ。26話中あんなにキャラ濃いのに。すごいよね。1話ね内容ギュッと詰めてるからね。楽器いいね。学生時代吹奏楽部だったから楽器めっちゃ大好き。パート何やってたの？
ギターはシンプルですごくいいよ。ギター大好きだね。眠いゴンタ、今日は長いよ俺、今日寝る気ないから朝まで放送してると思う。ユーフォームって楽器、いや知らないな。ユーフォーム、ユーホニウムか、ユーホニウム聞いたことないな。ユーホニウム、何そのマイナーな楽器、見たことない。何これ、ホルンに近いのかな。なんか管楽器種類多すぎるんだよ。トランペットって難しいらしいよね、すごく。音の音色が安定しないし、奏者によって全然変わっちゃうから、管楽器は難しいんですよね。なんでこの楽器選んだの？もっとなんかかっこいい楽器あるでしょ？トランペットとかトロンボーンとかさ。チューバに近いんだ。低音が出るのか。ノンタンフウェブリコーダーでしょ、ピーヒャラピーヒャラでしょ。でもさ、思うんだけどさ、リコーダーとか鍵盤ハーモニカって教えるよりさ、ギターとか教えた方がいいんじゃないかなって思うけどね。人気があって抽選で外れた残り物。ああ抽選なんだ。オーディション形式にすればいいのにね。うまいやつ選んであげた方がいいのにね。1ヶ月後にテストやるから楽器練習しとけって言ってね。えこのニューなんとかとかやらないでしょ。ユーホニウムなんて誰が弾きたいんだって話だよね。今アニメで人気出てるんだ。なんかさ、俺らの時代ってテニス部ってさ、人気めちゃめちゃない部活だったの、世代的に言うと。だけどなんかテニスの王子様で、バスケ部、サッカー部、野球部と同じぐらいテニス部って人気になったらしくて、バンド結成する予定っていうか。俺はね、なんかそのバンドを結成するっていうやり方って結構古いんじゃないかなと思ってて、なんか別に弾ける楽器をみんなで持ち寄って生でセッションするような形態の方が楽しいと思ってて、なんかさ、音楽って本来そういうもんじゃん。だからこの前のレクチみたいにバンドメンバー集まってこうバーってライブするっていう感じでいいと思うんだけど、だからメンバーにとらわれる必要ないでしょ。弾ける楽器パート集まってみんなで演奏するとかの方が楽しいよね。で、下手なやつが来た回は今日は下手だったなとか、やっぱ誰々のギターいいなとかさ、そういうのが楽しくない？なんか俺はなんかバンドで飯食うっていうのがよくなんかそうよくわかんないんだよね、昔から。なんかあれはメジャーレーベルとか作られたものだからいいんだよ。もっと草の根的なことをやりたいんだよ俺は。草の根的な、ね、だからあれだよ、耳を澄ませばって音楽でさ、映画でさ出てきたじゃん。ゴンタさんおやすみ、また明日よろしく。
そういう感覚だよ、そういう感覚。あのおじさんたちが即興でタンバリンとかやるじゃん。ああいうのがかっこいいよね。カンティのこの道ずっと行けばあの街に続いてる気がする。カントリーロード。1000人でニルバーナの「スメルズ・ライカー・ティーン・スピリット」を演奏するイベントめっちゃ楽しそう。何それ、くっそ面白いじゃん。そういうバカっぽいの俺好きだよ。それ面白いね。バカだね。
千人で住めるズライカーティースピリット面白いな。誰が考えるんだろうね、そういうバカなこと。アホだね。バカくせえ。千人は面白いね。アホだね。笑うわそんなの。バカだな。YouTube にあるんだ。そういうアホっぽいの好きだよ、うん。そういうのが好きだね、本当に。今度見てみようかな。千人でスウェルスライカーティス。バカはバカだねーだよね。え、それギターなの？全パートあるの？もうトロンボーンとかさ、いろいろ集まってそれやったら面白いだろうね。なんなんだよ、お前らって。よく千人も集まるよな。アメリカ人なんだ。アメリカっぽいよね。そういうことやるの大抵アメリカ人だよ。アホだな。アホだな。一旦枠閉じます。一旦枠閉じて次枠行きます。お疲れっす。また見に来てください。枠取り直します。うん、お疲れ。まだ寝ない人はまた見に来てください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。